現存している府中塾の考察上考察とは、古代から明治時代初期にかけて行われた法令を反面に、記して往来などに掲示して民衆に周知させる方法である。なお、特定の相手や事柄を対象として制定された法令を記した同様の掲示を制察と呼ぶが、その実際の運用上は厳密に区別されていたとは言いがたかったようである。 復元された尊い札場と復元された考察上後所長の考察上、国の日本風景街道事業で復元。実物のクローズアップ儀の札に、兄弟、本文、年月日、発行主体が書かれており、これを屋根がついた人目に目立つ一段高くなった考察に掲げられた。その期限は確かでないものの、延暦元年の大乗寒付に寒付の内容を、 官庁や往来に掲示して民衆に告知するように命じた指示が出されている。以後、武家政権でも同様の方法が取られている。これを最もよく用いて全国的な制度として確立したのは江戸幕府及び諸藩であった。特に重要度の高いフレは木製の縦札である考察で掲示された。考察制度の目的としては新しい法令を民衆に公示する。 民衆に法の趣旨の周知徹底を図る。基本法であることを明示する。民衆の順法精神の寛容を図る。民衆からの告訴の奨励などには高額の賞金が掲げられた。幕府や大名の存在感の故事などが挙げられる。聖徳元年の聖徳の考察は封建倫理の共有、家事や合祖徒等などに対する取り締まりを示したもので、幕末まで。 全国の考察上に掲示されていたという。この他代表的な考察としては、漢文元年の5枚の考察や聖徳元年の5枚の考察、明治維新とともに新政府から出されたごぼうの掲示などがある。幕府は、人々の往来の激しい地点や、関所や港、大きな橋のたもと、さらには、町や村の入り口や中心部などの目立つ場所に、 考察場と呼ばれる設置場所を設けて、諸藩に対してもこれに習うように厳しく命じた。これに従って、諸藩でも同様の措置を取ると同時に、自藩の法令を合わせて掲示して、自藩の法令の工事に用いた。また、宿場においても多く設置され、各宿村間の離定測定の拠点ともされた。このため、移転は元より、考察の文字が不明になった時でも、 領主の許可なくしては、住み入れもできなかった。その代わりに、幕府や諸藩では、考察版という役職を設けて、常時、考察上の整備、管理に努めさせ、考察の修繕や新設に当たらせた。また、この民衆への周知徹底のために、考察の文面には、一般の法令では使われない簡易な金混じり文や、金文が用いられた。さらには、 当時の幕府は法律に関する出版を厳しく禁じる方針をとっていたにもかかわらず、考察に掲示された法令に関しては、万民に周知のことという理由で簡単に出版が許されたばかりでなく、考察の文章は寺小屋の書き取りの教科書としても推奨されていた。だが、明治7年に考察の廃止が決定され、2年後には完全に撤去された。 その理由としては公式には庶民への周知徹底が図られたことを理由とし、また背景にはキリシタン殺に対する欧米への反発と言われているが、実際の理由としては明治維新と共に法令が一変して手続きが追いつかないこと、当時の財政難の政府には維持費が出せなかったこと、新しい警察、司法制度の確立や教育制度や新聞などの普及によって、 考察に依存しなくても法令の周知徹底を図る手段が新たに登場したこと。近代的な欧米の法体系が流入などがあったと言われている。ありがとうございます。